はい、そういう感じですね。拡張の高さを伺わせます。そうですね。さあこのソビエトを追っているルーマニア、ね、ボンタッチ、先ほどのシリバシの跳馬は1回目 9.95、 2回目 9.962、 2回目に飛んだ 9.962 がシリバシの跳馬の得点になります。ちょっとこの選手は足の開きが大きいですね、はい、前半で足を開いてからひねり、それきっかけなんでしょうか。あまりいいとは言えませんね、まあ、あまりというかもうやめてほしいですね。どうやらこれでソビエトは2回ぶりの10回目の優勝が決まったようです。もう選手は知ってますね。バイトワが、そしてジュドニクが抱き合います。ストラゲワの先ほどの床の得点は 9.987、 これも10点満点、おそらく4人ぐらいは出した感じでしょうかね。そうですね。ボンタッチの2本目です。1本目が 9.975。 はい、今度挑戦してきましたね。2回ひねりましたね。でもやはり前半で足を開くというのはもうこの選手の癖なんでしょうか、ぜひ直してほしいですね。やはりあれはもう減点の対象に絶対なりますので、踏み切った瞬間ですね。そうですね、踏み切って着地するときに足を開くんですね。これですね、はい、それであとひねりのとき体を締めるためのきっかけにしてるんでしょうね。やはり難しい技をやってもやっぱ減点対象を作ってはいけませんね。9.937。 ルーマニアはシュリバシュ、ドブレ、ポトラック、そして今演技をしたボンタッシュ、フィリップ、ポパの6人。